私の名前は小林哲夫です。1971年茨城県に生まれ、茨城県で育ちました。私が陶芸を始めた理由は、当時陶芸の世界は私にとって謎の多い世界であり、そこがとても魅力的に感じられ、そういう理由から21歳の時にこの世界に入りました。それ以来28年間作陶を続けています。私の作品の特徴は日本の伝統的デザイン模様の和柄を取り入れています。和柄はそれぞれに縁起の良いいわれや意味があり、単なる装飾ではなく人の思いや願いも込められています。デザインだけではなく、ぜひそういう模様の意味まで合わせて楽しんでいただけたらと思います。